回のあらすじ。カボチ村に戻るとスルメと化け物がグルだったという噂が流れ、スルメは冷たく村を追い出されてしまった。そして新しい町でベネット爺さんに出会い、ルーラーを教わった。スルメであった。でもなんかヘンリーがね、結婚したって言ってたんだよな。そういえば会いに行こう。すっごい懐かしい。もうもはや懐かしいよね。やほやほ。やや、あなたは兄からあなたのことをいろいろと聞きました。そしてせめて恩返しにと部下たちに伝説の勇者のことを調べさせていたのですが、かつて勇者の使った盾がサラボナという町にあるそうです。ほう。サラボナは西の国ルラフェンの南と聞きました。オッケー。しかし旅立つ前に兄に会ってやってください。兄の部屋はこの上です。オッケーオッケー。ありがとう、調べてくれてたんだね。マリアだわ。ここはヘンリー様と奥様のお部屋のような方は、あなた様は、さあどうかお通りください。顔パスですね。久しぶり。こいつは驚いたスルメじゃないか。ずいぶんお前のことを探したんだぜ。うん、その結婚式に来てもらおうって思ってな。実は俺結婚したんだよ。やっぱりマリア。スルメ様お久しぶりでございます。わははは。とまあそういうわけなんだ。いいんだ、なんかお姫様とかじゃなくても。もしかするとマリアはお前の方を好きだったのかもしれないけど、まああなたったら、スルメ様にはこの先ふさわしい女性がきっと見つかりますわ。とにかくスルメに会えて本当に良かった。結婚式には呼べなかったけど、せめて記念品を持って行ってくれよ。昔の俺の部屋覚えてるだろ。あそこの宝箱に入れてあるからな。おお、またちょっとそういうなんかいたずらみたいなことして猫飼ってるわ。ヘンリー様との結婚式ではラインハットのオルゴール職人さんが記念品を作ってくださいましたの。でもこの人ったらなぜ昔のお部屋の宝箱に入れたりなさったのかしら。いやでもね、二人が結婚したの嬉しいですね。でもなんか、もうお姫様になったってことですよね、マリアは。じゃあなんかその権限でお兄ちゃんとか助けてあげれないのかな。まあでもあんなね、奴隷生活からお姫様になるなんて一番の勝ち組なんじゃないでしょうかね。ここかな。あれ、王妃の部屋だった。おー、そなたはあの時は本当にお世話になりました。なぜあんなことになったのか今となってはわらわにもわからぬが、魔物らがこの世界を蝕もうとしているのかもしれんの。そなたも気をつけてたまれ。毒が抜けましたね、完全に。お、しかし宝箱の底に何やら文字が刻んである。スルメはその文字を読んだ。スルメ、あー、もうそういう粋な計らいですか。スルメ、お前に直接話すのは照れくさいからここに書き残しておく。お前の親父さんのことは今でも一日だって忘れたことはない。あの奴隷の日々に俺が生き残れたのは、いつかお前に借りを返さなくてはと、そのために頑張れたからだと思っている。伝説の勇者を探すというお前の目的は、俺の力などとても役に立ちそうにないものだが、この国を守り人々を守っていくことがやがてお前の助けになるんじゃないかと思う。スルメ、お前はいつまでも俺の子分じゃなかった。友達だぜ、ヘンリー。いやだ、泣かせてくるやん。記念品は？記念品は？それとこれとは別じゃない？手紙は嬉しいんだけど、手紙はすごい嬉しいんだけど、それとこれとは別じゃない？記念品ないの？嘘でしょ？しかもなんか昔のね、ヘンリーの部屋をね、王妃様が使ってるっていうのもちょっと面白いですね。あそこはまだ健在なんかな、直したのかな。ここのね、机の下がさ、道になってたんですけど、封印したのかな、王妃様がこの部屋使うようになったから。なんですかね。はい、ではですね、ルーラでルラフェンにね、戻りましょう。お、お前さんか。
また別の呪文を覚えたくてやってきたのか。また別の呪文を教えてくれるの。しかし今度はなかなか手こずりそうじゃ。もしかしてわしの生きてるうちには成功せんかもしれんの。そんな、成功させてくれよ。はい、ではね、進んでいきたいと思います。家がありますね。ほっ、修道院でお預かりしていたお嬢さんを家までお送りしてきたところです。もっと早く失礼するつもりだったけど、あまりのおもてなしになかなか帰れませんでしたわ。正直なところ、彼女のような人にはシスターとして修道院に残ってほしかったのだけど、そろそろ素敵な男性を探して彼女と結婚させたいというのがお父上の考えらしいですね。サラボナの町のフローラさんが6年ぶりに修道院から帰ってきたそうじゃ。フローラさん、それトントントンと、ここから南の洞窟を抜けて橋を渡ればサラボナの町だよ。ほう、お、何かが光っておりますぞ。なんと小さなメダルを見つけた。やった。ねえ、あんたも女性はしとやかで素直な方がいいと思う？やっぱりね。私もフローラさんみたいに修道院で花嫁修行しようかな。フローラさんってどちら様なんでしょうね。なんと噂のノートを見つけた。何、噂のノートって、なんだろう。お、福引券。この家だけなのかな、ここは。ぽいですね。よし、ではね、ここの洞窟に入っていきましょう。